で一応犯罪らしいのでやんない方がいいと思います使えるですかね高校生の頃に乗客はこれもう終了じゃないですか夫婦やめますかミリオンごとやめますかすげえな5万5万枚4枚掛け使って5万枚出した人がいるもっと出ますよ多分コインレスになってますけどここで4枚目のベッドができるはいじゃあビッグ終了1ゲーム目からもかましに行きますあちょっと早かったかなこれはダメだなはいベルが滑ってこないからだ失敗ですあ遅い今度は遅いあ滑ってきた決まってましたっていうねもう一番バレないセット打法ですこれもう一枚ペロって入れるだけなんでこう3枚ベットしてレバー叩いてこんぐらいのタイミングでコインを入れる通常時にねそうするとビッグフラグが当たっちゃうそれだけそれだけなんでほんとバレないセンチュリーみたくなんかこう生産ボタンを押しながらレバー叩いて2枚追加してとかそういうまどろっこしいのなしでセンチュリーなんか1回クレジットゼロにしないといけないから50枚普通に消費してからやるか途中で生産ボタンガンって押して払い出させちゃってもいいんだけどでもそれだと目立つんでそんなんやったらダメですねなんで何気に時間かかるんですよでもコンチはもうビッグ終わった次のゲームから狙いに行けるんでで台の個体差とかいろいろあるけどもコツつかめばもうほんと7、8割の成功率でダメでもまた次のゲームでやればいいだけの話なんででほぼノーリスクでぶっこ抜けるなんかやってるぞあいつって思われても何をやってるかがわからないでやり続けられるただまあクレジットなのにここで1枚入れんのあからさまにそれはねやったらバレちゃうんでクレジットがやっぱねなくなってから手入れでプレイしてる時に4枚目入れるってなるとほんと気づかれないんでわりです。いや楽しいね、いろんな台ちょっとずつ打ちたいね。これ入ってっかもしんねえな。入ってない。いいですね。たた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 たなんない。お、2、3、4、5、さあここが6、7、外れた。8、外れた。9、あ、外れた。10、あ、60ゲームじゃなかった。5ゲームだった。あれ？あれ？3、4、あ、怖っ。ないか。危な。ああ。60ゲームの、小役の集中入っちゃうかと思ったわ。
したら後半戦こっからスタートしようと思ったけどさないよな、さすがにないよな。あ、ないね。あ、悪いことしようとしてる人がいます。あれ、サンレッドになっちゃう。あれ、教えちゃいましょうか。あれ、なんで一回生産ボタン押してください。あ、そうか。で、ゼロにして、で、オンにして、で、ここで1枚。そうか、ここ押しちゃうとなんかマックスいっちゃうらしいんですよ。やっぱそうか。で、押さえながら、はい、どの、このタイミングで入れるんだっけ。テンパらしてからですね。あ、そうか、そうか。これ、どれだっけ。ちゃんと点滅しております。インサートメダルね。どの7だっけ。これか。これ、あ、ジオシでよかったっけ。出されました。あ、しまった、しまった、しまった。 OK です、大丈夫です。あ、そうか、そうかいいんです、あの化けの方が早く出せるんで。あ、そうか、そうかっていうねそんな時代もあったよね。うん、いやー、あとなんかできる台あるかな。これのね、あの子孫のドリームセブンジュニア、マジカルベンハー、この2台後のマシンだったらビッグ1000枚抜きとかができたんですけどね。まあこれがあとは DDT バレキキです。ただバージョンが分かんないからな。上乗せバージョンだったら一番甘い。 DDT も効くし連チャンもする。だ、吸い込みだともう DDT やっても意味ないし、ダイナマイトバージョンはちょっとエグすぎて、だ、安定して勝て、一番勝てるのは上乗せバージョン。あ、出たな、この野郎。朝一台、朝一天国モード狙いでちょっと回すのもありだな。あとはこっちはもう私にとっては最近の台ばっかなんで、アラジンエースのリセット狙いもありだな。そうっすね、ここは初代ゴッドとアラジンエースで、ダイナマイト、まあこの辺もよく打ちましたけどね。あとはこっちか、エイトマン外し激ムズ。あ、ジュニアあった。あれ、レモンぶっこ抜いてんすか。速攻ですよ。いや、レモン効くやつっすか。ノーマルノーマルっぽい。あとサファリ、サファリ打ちたいな。後半サファリメインでいくか。退屈しないんで、これ。ここ対象機種じゃないんですよね。え、対象機種じゃないですよね、ここのレ。え、そうなんですか。向こうの2列だけです、2列が西島だけですよ。え、40台。え、だから最初のこの辺座りたかったさ。え、マジで、じゃあ今のうち打っとこう。もうひどいでしょ、この台。絵柄もなんかわけわかんないし、このウェイトーンがやたらうるさいし。んけけけけけ、もうリール絵柄がまずこの細いハンドル、これ最初俺ボールかと思ったの、野球のボールかと思ったもんね。で、あとバッテリーとかさ、で、リール制御もむっちゃくちゃなんですよ、これ。もう毎ゲームね、ほとんど中身リールはランダム滑り、まあ整列薬を引き込む制御にはなるけども、滑ったからビタ止まったからなんだっていう、なんでもないんですよね。あ、なんか変に滑ったな。あ、わかんねえ。あ、ないわ。で、左はここが止まるともう化けがない、化けなし。
ほんでこれね、有名なバナナ変換っていうね攻略法がありますんで、レギュラーボーナスをビッグに変えてしまうというね、夢のような攻略法があるんですけどもね。まずはレギュラーボーナスの成立を察知しなければ話にならない。なんで毎ゲームここ狙っとけば、チェリーを枠上にビタ押しとけばもう化けが否定されるんで、で4コマ滑ったらもう化け確です。左が枠上にチェリー狙って、まああと化けのリーチ目はいくつかあるんですけどね、下段バッテリー転廃、子役外れとか、バー下段で中に上段にメットがあるバーが下段に転廃するとかね。ああ転廃ないですね。まああとね、この台はクレジットを99枚にしちゃうっていうねネタもあったんですけどね、それはさすがにコイン熱なんでできないですね。で一応犯罪らしいので多分やんない方がいいと思いますで当時だからクレジットが50までしかないのに99とかになっちゃうんですよ。まあ今スマスローの世の中だからそんなの珍しいことじゃないけど、51以上にクレジットがなるなんてありえない、そんな現象が起こってしまう。まあそういうのもね、過去の動画あれこれやってるものがあるんでね、パチカブの中にも昔のガイドの DVD に載った映像もあると思うんで、そちらをご覧いただければ。このうるさいウェイト音を消す方法があります。出るとならない。あ、あこれでね、チェリーとライト止まった時は右中段にバービタ押し、これやんないと4枚しか取れない。バーをビタ押せば15枚で取れる。レバー叩いてからベッドを叩くとウェイト音が消せるっていうね。今となっちゃう不思議ですね、このレバーオンした後にもベッドを受け付けるっていうのがね、おかしいよね。でも昔の台はねこれが普通だったんですよ。多分レバーオンの時に乱数はとりあえず乱数を取得して、でこのストップランプがつく時の段階でのベッド枚数でフラグをね、乱数を参照する。で3枚掛けかどうかっていうのはもうストップランプがつく瞬間ぐらいなんで大丈夫なんですね。あ、化け入った、化け入った、4コマ滑った。どうしよう、一回証明しないとな。でもな、ほらこれ化けのワンリール確定名。じゃあここから1枚掛けで左ビター、中は2コマ目押し、勝手にランダムに滑っちゃうんで。テンパンね、テンパるかどうかはもう運なんでね。ああ当時はこういう暗い店だとベッドランプで1枚かけてバレちゃうから困ったね、結構困った。だから明るい店だと分かりにくいから、こうやってね3回ベッドをしてるふりをしてやってましたね。こうやって決まれ、ドン、あー最後、最後、最後、カモン、あー残念。7が揃う瞬間を見たい人は過去の DVD をもしくはパチカブのどっかありますんで探してください。
あ、アラジン2と。いいかな。裏にもできるらしいよ。え、裏にもできるらしいけど。あ、そうなんですか。まあバージョンではないですよね。ちなみにその裏物はノーマルだとベッドボタンを押してないとここに点があるんですけど、その裏物はね、ベッドボタンを押してない状態でも この点が消えてるんですよ。1個入れると消えるんですけど、それでそのノーマルか裏物かが一発で判別できるっていう。いや今見るとこんなリール幅がちっちゃいだ。その攻略っていうのが、このメイン子役のリンゴかレモンを常に、テンパイさせるっていう、まあ、ここでもここでもいいですけど、それを永遠とやるだけで恋文字がめちゃくちゃアップして、ビッグ1回で1000ゲームぐらい回せちゃうっていう、結果的にお金使わずしかも連チャンするっていう、そういう攻略でした。面白いのがここだけで判別できるだけじゃなくて、ノーマルでは絶対ありえない、まあ何つったらいいのかな、リンメイン子役とチェリーの複合役とか、あとはシングルボーナスが1日に1回ぐらいしか揃わなくて、アラちゃんが来ないっていう、ビッグを連チャンするして出玉を増やすような、お滑りました。あ、入ってる、マジか。これ設定差ないですよね確か、アラジン2のビッグって。アラ2はアラちゃんぐらいしか設定差なかったね。6だけありましたっけ。アラジン1は400分出たんだけど、アラ2はビッグ確率差があると思う。ありましたっけ。2はあった気がするな。本当に。でこれはあの3枚掛けじゃなくて2枚掛けとか1枚掛けでやった方が早く消化できます。ね、ベッドボタンがマックスベッドってだけじゃなくて、このほぼ垂直に置いて、これやっと検証になっちゃうんですよ。こう物置きながらベッドとかできないんで。でまあこの台は3号機なので、ビッグ中は期待値方式じゃなくて一律300、まあ5、60枚ぐらいで終わっちゃう。380枚だっけ。あ、これ裏もんなのかな。裏もんだったらビッグが連チャンします。あ、裏もん、裏もんだ。あ、そうなんだ。あ、本当だ、冗談。ただ普通にこれ集中って書いてますもんね。はい。あ、レギュラーか。いやでも一桁ですよ。これ300〜400分の1だったはず。まあ、こんな感じ。基本はアラちゃんっていう、集中薬で出玉増やすんですけれども、この当時ね世に出回ってきた機種のアラジン2の半分ぐらいはそのアラちゃんがなくなってて、ビッグレギュラーが、まあ、基本ビッグが連チャンする裏物になってました。1枚掛けでもいいのか。いやー忘れちゃってるわ。1枚掛けが一番早いのかな。ただ後半ハズレが連発しちゃうと思うけど、まあ裏、多分裏なんだけども、自分が攻略してたやつはここがベッドをしてなくてもつく消えてるんで、これ違うバージョンです。あ、そっか、分かんねえのか。もしかしたら前日って、あ、最初ハマってるもんな。ダイナマイトバージョンっぽいけど、でも最初にピックだったもんね。でも軽いっすよ。ああ。はい。で、もう一機種ちょっと遊びなら打ちたいのが、このスーパーバニーガールですね。2号機なんですけど、2の何号機だっけ。これもね、パチスロ生活始める前の高校生、使えるっすかね、高校生の頃に、とあるホールさんがお昼と夕方にヤクルトを配るんですけれども、
カゴに入ったヤクルトを一つ選んでいい。ヤクルトを取って裏見た時に当たりマークがあるとモーニング付きの高設定のスーパーバニーを打てるっていうね、そういうホールさんがあってこの台よく打ってました。でそのホールさんがヤクルトのその抽選始めるときに外れのヤクルトがいっぱいある中に始まる直前に当たりのヤクルトを入れるんですよ。でそれが結構カウンターのあたりでやるんですけども、ちょっと覗くと大体の位置が分かるんですよね、置いた位置が。それをちょっとねあざとく見てそのサービス台にたどり着く確率をアップさせてましたね当時。でこの台はまあずれ目が出ればボーナス王はレア子役の取りこぼし、ビッグとレギュラーと5ゲーム60ゲームの子役の集中で出玉増やすんですけれども、なんか裏って書いてあるんで多少仕様が違うかもしれないです。あ今子役、あ違うか。で自分が打ってたスーパーバニーもいわゆる裏物でモーニング付きの高設定の裏物を打てるっていうめちゃくちゃ甘い状態です。この頃のねオリンピアのこのストップボタンベッドボタンのこのパチンパチンっていうね、このなんかこれがすごい自分好きで、オリンピアさんはね早急にね6号機以降の台もねこの筐体に戻してほしいです。本当に気持ちいいんですよこの感覚というか押し具合が。あれ子役の集中引いたかも。今3回連続子役です。あ今4ゲーム5ゲームこれを超えれば60ゲームの子役の集中。あ5ゲームや、うん、ピンかけを打とう。まあ、こちらは比較的、最新台最新台したらあれですけど、じゃあ5号機の初代リングにかけろ。この台もねめちゃくちゃ甘くて、おあらこれ入ったか、フラグ判別とかありましたよね。まあいいや、そっち抜いてみせる。あ、当たった。あれや、早っ。しかも同色だからこれ AT 結構長いやつですよね。あ、RT か。あったクイズ覚えてない。やったところで何でもないんですけど、あれこれリップパン外してどうやるんだっけ。あしかもこれ設定差あるやつじゃなかったっけ、女子が歌うやつとか。もう覚えてないわ。懐かしい。あれこれ入ってない？判定に入ります。さあ勝負の行方はどちらの手に。操作ほら入ってました。やば1ゲーム連みたいになっちゃった。ボーナス、はい。なんで遊び打ちの時こんな連チャンするんだよ。1ゲーム目
れですよ、あのビッグボーナス中の、まあ、また7揃いでループして、まあ、最大1000枚ぐらい取れるやつなんですけど、なかなか引かないのでまあ、あと引いたところで今できるかどうかがちょっと、その手順があれなんですよね、上にリンゴか、リンゴついた7を下段、今滑ったんですけど下段ビターで、まあ、右は2コマぐらい余裕なんですよ、あの上中段と下段の半分ぐらいまで、これぐらいまで範囲があって、左はですねこのチェリーを上段ビター、今ビターと思ったらこのチェリーを上段でビターで止めると下段に7が揃ってっていう感じですね。それもねチャンスがね、ビッグボーナスの2回目の小役ゲームの頭と3回目の小役ゲームの頭と3回目の小役ゲームの5ゲーム目の3回チャンスなんですけど、だからその3回ミスったら終わりです。そのどっかで成功させてそれでループしていくってやつですね。まあ、どれぐらいかな、まあ、700枚ぐらい取れれば合格点じゃないですか、1回平均。この台はあれですよ、ビッグボーナス中に、まあ、7をもう一回揃えてそれをループさせるっていう。でも聞くやつですか。ただこれビッグを引かないとダメなんですよね。で最大マックス1000枚ぐらい抜けるってやつですね。これビタで押して右は、まあ、まあこの辺に押せばいいです。で左にチェリー7の赤7の下のチェリーを上段にで滑ってきて揃うってやつですね。それがねビッグボーナス中の、2回目の小役ゲーム1回目と3回目の小役ゲーム1回目で3回目の小役ゲーム5ゲーム目かにそれがチャンスあるんですよ。でそれがダメだったら、3回ともミスったら終わりです。そこででその30ゲームの間それを繰り返していってでマックス1000枚ちょっとですね。そうですよ、これが禁止って言われたんで。いやいやいや、いやセンチュリー、あ今からですか、あ今から禁止やさ。これリーチ目はですね、まあ、7の赤と青の7の一直線とあとは今みたいにこうテンパしてから右が滑るんですね。スッ滑ったらもう入ってる感じですね。ランダム滑り、まあ、成立役が引き込む成分にはなるけど、滑ったから下止まったら何かあっていうの何でもないですよ。なんか変に滑った2万枚出てな、状態入ったんだ、状態プラス1000枚抜きだ、2万枚は。あこれちなみに裏物状態バージョンって書いてるんですけど、これ、通常時に連チャンフラグを抽選します。でその連チャンフラグを引いてからビッグボーナスを引くとそこから状態に入るってやつですね。で継続率が、まあ、それも設定できるんですけども最大4分の3、 75% でループします。でその状態中はレギュラーボーナス引いても終わらないです。ビッグのビッグ引いた時の転落抽選で状態が終わるって感じですね。結構引かないな、これ裏だけど表設定の確率は変わってないはずなんですよ。だからあの状態の分は丸々上乗せされるんでめちゃくちゃ甘いんですよ本来は。だからまあ当時6とかめったに置いてなかったんですけども、これ普段6で使ってると思うので初当たりはそこそこ引けてほしいな。あとだからさっき説明したように状態は状態フラグを別に引いておかないと始まらないんで、でも今いい感じにハマってんだよね、前日まで。これもしかしたら状態フラグ引いてる可能性がある感じのフラグですよ。設定6だと状態フラグ何分の1だかな、2、3000分の1ぐらいなんで、
いやー普通に300ハマっちゃったな、どうしようかな。いやハマってます。どうしようかな。でもあと何か見せれるようなのないからな。もうあと5分なんで早く出てください。あ、出るんですか。いやこれ当たんないですもん。しかも当たってもできるかどうかわかんないんで。いやーこれはひどいなー、400ハマる。400はこれもう終了じゃないですか。いやー、残念。さあ最後、お、来た最後。あー残念。いやー当時やりたかった本当にね。多分4枚入れの方はデビュー当初急いで打つとなんか連チャンするねっていうのやったんですよ。だから多分もう知らないうちに4枚の飲ませてたと思う。多分やけに連チャンしたのがやっぱりもうそのみんな知らない間に結果として攻略を使ってたと、はい、だから元からまあ連チャン性は高かったけどそこに輪をかけてもう知らず知らず4枚目飲み込んでビッグのフラグが立ってたっていうことですね。いやーまさかの攻略法です本当にね。いい時代だ。いやね、本当バニーガール青春の代です。さあ後半戦何打とうかな。みんな遊んでる。エイトマン。いやではないです。ええ、まあこれが出た頃ちょうど僕ライター始めて半年ぐらいで、まあ、まあ個人的には大好きで打ってましたよ。ただそのゲーム性がその2号機のアニマルになんか出方が似てるっていうことで、まあ必勝ガイドの方で僕は担当じゃなかったんですけど、そうなんですよね、アニカツといえばミリオンゴッツです。まあ最高月50万負けましたから。もうあわやもう奥さんにもう夫婦辞めますかミリオンごと辞めますかって。そういう時期もありました。まあお店が悪かっただけなんですけどね、よろしくない店で打ってたから。いやー打ちたい台がいっぱいありすぎてもう。本当はね前半戦の半分これ打ちたかったんですけどね。この2機種はこれは1988年昭和63年に初めて登場した2号機です。でこれは今亡き大東音響、これ当時提携して高砂電機大東音響これ提携してて、これまあ仕様全く同じですね。ベンハー絵柄が違うだけで側が違うだけで、はい、いや懐かしい。本当ねちょうど僕パチスロ打ち始めたのがちょっとまあ割と年齢的には遅咲きで、まあ、ちょうどだから2号機が出てきた頃なんですよね。もうよく打ちましたこれは。じゃあもうなんだろうこのもうこのウィンクルベンハーでもうパステルの面白さを覚えたって感じですね。あれなんでこれここがベッドボタンか。あれこれなんか入ってるかもこれ。これね一応チャンス目なんですよ。
入ってました。モーニングかよ。これね、ビッグ中の払い出しが8枚なんで、すっげえ消化に時間がかかる。いやー懐かしい。これ本当はここはベッドボタンなんだけど、なんか効かないな、こっち。いやーモーニング入ってました。やっぱりマジか。なるほどなるほど、やっぱりそうか。ありがとうございます。いやいや、なるほど。あのね、もうめちゃめちゃ苦手分野なんで、これはいやむずい。あ、大丈夫。そうですよ。いやさあ、いきますよ。ほらもう初っ端からミスってるし、ダメだ、全然押せない。なんでやっぱ押すの早いんだよな、なんか全然。え、俺こんな下手だっけ。俺やっといた。あ、遅い遅い。さあやろう、頑張ろう。あー、はい。やっぱな、この6号機の、なんだろう、6号機の、6号機じゃないか、これ。やっぱどうもビタ押しうまくいかないんだよな。うわ、難しい。あー、ダメ。あー、ダメ。全然ダメ。うわ、早いなぁ。なん、うわ、全然。むずい。やだ、やだ、やだ。もう見たくない、見たくない、見たくない、見たくない。いや、ひでえ。ひどい。だいたいこんなもんだ。だいたいこの。ウヌの。の力はこんなもんじゃ。あら兄さん同じぐらいじゃないですか。同じぐらい、同じぐらい。大丈夫ですか。同じぐらい。やばいやばい。やっぱね、やっぱね、掃除でね、早いの、押すのが。わかるでしょ。もう落ちちゃうんだよ。プレッシャーに負けて早く落ちちゃう。そうそうそう。早く止めなきゃ。そうそう。いやいやいや。時間があるのが嫌だよね。ねえ、そうそうそう。あれでもうーって速くなっちゃうんですよ。いやうん。こんなね、万出せる人、ほんとすごいわ。はいはい。あー落ちる。落ちないの？距離5000。何かいます。見失い。あ、入りよった。あー、なんだよ。ジャッキン。何かあったのか。実はペッタが逃げ出しまして。見つけたら教えてください。潜水艦発見。はいよ。あーもうね、広角で入んないとバトルモードいかないからね。これね、多分チェリーなんだけど。まあこのね、このあれだとチェリーはですね、でもチェリーはカナダだけど、
赤七の場合は、まあ、演出がやっぱ強いの来るんで、まあ、今の演出だったらまあチェリーだねっていう感じかな。これはまあリプレイですね。普通の先行モードだからこれチェリーですね。これで先行モード入る。これポイント、ポイント。あ、今滑った、すごい滑った。大きいけど、まあだから6だとここですごくポイントがたまるんですよ。でこれはあのあれなんで、これ外れてるけど一応あのベル、ベルっていう、これもベルですね。だいたい外れる。だからこれが外れでも小さかったりすると結構6の可能性とかが高くなったりとか。そうですね。あともう逆に言えばすごくあのあれしてないのに溜まってるっぽくないのにもうすごい溜まってて、あのなんだろう、継続率が良さげだったりするとスーパー先行入ってるさっきあのチェリー引いたからスーパー先行入ってる。結構覚えてるな、なんかミサイル発射、うん、ミサイル発射、チェリーだ、うん、結構覚えてるな。やっぱ20はさすがに。はい、あ、119ぐらいありましたよ。118点いくつか、うん、119ぐらいあった。ハイスペでした。で、あれが出なかったんですよ。あのずっと解析が出なかったから、なんか結構打つ人が限られちゃって、そうで、私はもうだから自分で全部データ取って。こういうのが6だっていうもうイメージはあったんで、すごくだから途中で6とかつかませてもらったりとか、あれはでも捨ててあるけど多分6だろうみたいな。あ、でも万枚ぐらい出たことある、うん、万枚出たことある。ただめっちゃ低いです。だからなんかね、3000で5000枚出ないぐらいなんですよ。乾燥して乾燥してだいたい4800とかそのくらいだったんで、じゃあ純増 1.7 から 1.8 ぐらい。あとなんかね、朝一変更してるとナビが出たんですよ。でそれをなんか、あ、絶対ナビ出るなっていうのが分かって、台取ってから全部回転してしばらく後ろで、島の後ろでどの台にナビが出たかチェックしといて、そう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 、で6掴んだりとかありました、途中からね。あれでもやめてたよね。6は使ってたけど、なんていうのかな、捨てられることも、あの結局広角であのあれを引かないと、ジャックインのこれ引かないと入んないじゃないですか、あの ART に。だからなんか定格で引いてダメだからってやめちゃっても、結局それって設定わかんないまんまだよねっていう感じだったんで、入ってやっとあのだから広角で引かないと6でも出ないし出せないし、ただまあ赤7引くから6だ、さすがに何回か。でそういう時に伸ばせば、だからマイナスはほぼなかったかな。うん、6でマイナスは、短い時間のやつは別なんですけど、途中からね、掴んだけど、ちょっと出せなかったよっていうのはあったけど、朝から座ってた時は、6だって分かって、出なかったことは多分ないかな。まあ、出なかったって、負けたことはね。絆はあるんですけどねっていうか、やっぱり一番打ってんのは絆2かな。うん、2の方がね、1よりねユニメモのゲーム数多いんですよ。でやっぱ2の方がね、なんだろう、
途中でぶった切られるけど2400枚でなんか意外とエンディングはよくいくし、なんだろうな、コンスタントになんかそこそこちゃんと出てくれるイメージはあった。あとやっぱり設定判別しやすいじゃないですか、あれまで見れるから、テーブルまで見られちゃうから、うん、すごい分かりやすかった。もう6か6じゃないかの意味だったらやっぱりかなり分かりやすかったんじゃないかな。よっぽど自分の引きが変じゃない限りで、10回ぐらい下手するともう 2,3 回引いただけで、うん、分かる。ちょっとハマった時とかにチャンス目を引かないで LED がもう C 以上とか出た時に後で確かめて、その時はもう元が A とか B とかだったらもう確実に何も引かないで上がってるのは6だけだから、それで分かっちゃうんですよ。あ、これ引きましたね。だからこれがどうした、あ、ダメだ。あのね、外れ目が出てダメなんだよね。そうそう、分かっちゃいます。っていうのを今思い出した。入んなかった。引いたのに。引いたのに。ジガーとかね。一ゲーム連アラジンだ、懐かしいわ。あれがすごいんだよね。もうでちゃんとやんないと無理。大丈夫、最高記録かも。だいたいこんなもんです僕。すいません。